やぶさきとは、中国料理のシェフ、ソムリエ、料理講師、ワイン講師、薬膳講師、農家、レストランプロデューサー、レストランアドバイザー、実業家、静岡県富士市出身。エッセンス株式会社代表取締役、南青山エッセンスオーナーシェフ NPO 法人、全日本薬膳職位情報協会理事長薬膳、中華の第一人者として、 国内外を問わず幅広く活動し、これまで数々のテレビ番組に出演している。日本における薬膳中華の権威として、その名を広く知られている、料理人の一人である。老いたち1973年11月13日に、静岡県富士市で小さな食堂、味の店やぶを経営する両親のもとに生まれる。小学校時代は、両親がお店の営業に忙しかったため、 絵画、会が日本憲法、書道、三味線、ソロ版、英語など数々の習い事に通わされる。家が海や川に近いこともあり、魚釣りを趣味としていた。中学校時代は柔道部に所属し、1年生の時に市内大会3位、3年生の時に市内大会優勝を果たす。応援団にも所属し、応援団長を務める。 家業の食堂を継ぐため料理人になることを目指し、沼津市にある霧火高等学校食物科に入学。高校でも柔道部に所属し3年生の時に、部長として活動する傍ら応援団にも所属する。実家の食堂を手伝いつつ、平日は沼津駅近くにあったお好み焼き、鉄板焼きのお店、トン、基地、休日は建築現場の土方でアルバイトをして、 横浜に修行に行く資金を貯めた。横浜時代1991年、高校卒業と同時に調理師免許を取得し、新卒で横浜中華街にある関東料理の名店、最高新館にて修行を始める。香港より招聘された一流シェフたちに料理を学び、日本全国から修行に来た地方の中国料理店の後継ぎの同僚たちと共に切磋琢磨の毎日を過ごす。 最高新刊は、横浜中華街で貿易、中国左官、中華食材物販店、食品工場を持つグループ会社の飲食店部門であり、ウーロン茶や上海ガニを日本で初めて輸入。ヤム茶、天津ブームも巻き起こした中華街の老舗企業であり、会長は日本化競争会会長も務めていたため、中国文化への造形が深く、 中国の奥深い文化を学ぶこととなる。1992年、修行を始めて1年が過ぎた時に、母親が以前よりわずらっていた、糖尿病が悪化しうつ病も併発。入院中の一時帰宅時に、行方不明となり、数日後に帰らぬ人となる。この母親の死が薬膳料理に興味を持つきっかけとなる。また、葬儀後に、父親から、 実家の食堂を継がなくてもよい。これからは自分のやりたいように生きなさいと告げられ、当初の実家の食堂を継ぐため料理人になるという目標から、都会で一旗あげ、亡き母が天国で喜ぶような立派な料理人になるという思いに変わっていく。修行中の下っ端の頃は、野菜切りや皿運びしかさせてもらえなかったため、会社に内緒でシニアに、居酒屋、紫、 中華料理店香港路スナック祭でアルバイトをして料理の腕を磨いていた。香港のシェフたちに認めてもらうには、まずは香港のシェフたちが何を話しているのかわかるのが先決と判断し、会社の専務に相談して休日に横浜中華街にある関東陽明鶴東京海内の関東語教室に通い、以後3年間ほど関東語を学ぶ。 1993年、師匠の野菜彫刻師の専門家より、肥料園や縁石に添える野菜彫刻の指導を受ける。また、翌年に野菜彫刻の師匠の故郷、関東昭和具子に半月間のホームステイに行った。1996年、グループ最年少で調理主任に就任。1997年、中国料理専門調理師。 中国料理調理技能士試験に合格する。立川時代1998年、東京都立川駅隣接の駅ビル、グランデュオ立川にできるワンフロアがすべて中華料理店のレストランである、立川中華街内の最高グランデュオ立川店の立ち上げに副料理長として参加。駅ビル内のレストランとしては、異例の100坪150席を要する大型店舗であった。 1999年、最高グランデューを立川店料理長に、グループ史上最年少で就任。この立川中華街には、シェフの小茂田金也や孫清順も料理長として、腕を振るっており、交流を深めた。仕事が終わった後、立川駅近くの割烹店、時和に通い詰め、日本料理の季節感や、旬の食材の扱い方、フグのさばき方を教わり、 東京都府具調理師免許を取得する。立川中華街の他の店舗で行われていた薬膳料理のイベント、薬膳グルメの会に参加。この会で、後の薬膳の師匠となる、NPO 法人全日本薬膳職員、情報協会理事長の岡本清隆と出会う。数年後、薬膳グルメの会を開催していた店舗が閉店となったが、人気のイベントだったため、 最高グランデュオ立川店が引き継ぐこととなり、岡本清隆の訓導を受け薬膳を学ぶ。2003年、NPO 法人全日本薬膳職員、情報協会認定の薬膳調理指導員試験に合格2005年、国際薬膳調理師試験に合格2006年、北京中医薬大学本校の創立50周年、記念式典及び記念研修に参加。 本場北京にて薬膳を学ぶ。青山時代2007年1月、5年間勤務した、ナコーグループを退社し、株式会社リングルプロジェクトに入社。同年3月、体と心の癒しが、コンセプトで、化学調味料完全不使用とした、ナチュラルチャイニーズレストランエッセンスを南青山に、立ち上げ、料理長に就任する。オープン間もない頃、偶然。 西麻布のバーのカウンターで隣になったフードジャーナリストマッキー・ボクモトの取材を受け雑誌東京情緒食堂にエッセンスが紹介されたのをきっかけに数々の雑誌で紹介され一躍有名店の仲間入りとなる2008年順風満帆に見えた店舗運営だったが株式会社リングルプロジェクトが民事再生手続きとなり閉店の危機に陥る 株式会社コスモフーズが店舗を引き継いだため株式会社コスモフーズ社員となりエッセンスは継続されることとなった。しかし同年のリーマンショックの影響により半年も経たずに再度閉店の危機を迎えるが難航した交渉の末11月から株式会社コスモフーズからの業務委託という形で店舗は存続となりオーナーシェフとして独立を果たす。10月より ワインスクール、アカデミーデュバンに通いワインの勉強を始める。2009年、JSA 認定ソムリエ試験合格。その後も、現在までアカデミーデュバンに通い続けている。2010年、ジュニア野菜ソムリエ試験に合格。2011年、4月期よりアカデミーデュバンの料理講師に就任。コマンドリード・ボルドを助任。2012年、エッセンスに来店した。 服部幸男きに勧められ、農林水産省の料理人検証制度、料理マスターズに応募し、ブロンズ賞を受賞。同年受賞者は、穴見秀夫石川秀樹勝又昇る、中東久男西原金蔵山口なを通る、脇屋雄二薬膳コンシェルジュ教会講師に就任、CBA 認定チーズプロフェッショナル試験に合格、栃木県足利市にて、 農業の手伝いを始める。2013年、SSI 認定日本式ききけし試験に合格。2014年、SSI 認定上中ききけし試験に合格。2015年、栃木県足利市在住の科開業医の女性と結婚。足利市織姫神社境内にある共有案にて根本忠明、和明の兄弟よりそば打ちを教わる。2016年8月。 エッセンス株式会社を設立。代表取締役に就任。2017年、NPO 法人全日本薬前職員、情報協会理事に就任。JSA 認定シニアソムリエ試験に合格。2018年、ベジートレベル3試験に合格。JSA 認定ザケディプロマ試験に合格。シュバリエルタストフローマージュジョン。2019年1月会員し、 ワインセラー付きワインバー、ケヤキを西麻布にオープン。2月栃木県足利市の親善大使、足利輝大使を泉里市市長より属される。4月より NPO 法人全日本薬膳食以上法協会副理事長に就任。国際薬膳講師試験に合格。JSA 認定ワインエキスパート試験に合格。11月より、 ベターホーム協会の料理講師に就任。2020年、日本中医栄養薬膳学研究会薬膳料理顧問に就任。5月、栃木県足利市の新規農業従事者として承認された。7月、栃木県知事の福田富一より、栃木県親善大使、栃木未来大使を拝命。新ブランド、足利ヌーボーを立ち上げ、第1弾として、 足利マール牛肉マンの販売を開始。2021年、栃木県警より、サンリオキャラクターとのコラボポスターを使い SNS の活用による交通安全意識の向上を図ったとして、感謝状事与。NPO 法人全日本薬前職員、情報協会理事長に就任。テレビラジオインターネットラジオ YouTube スタイルラボ、チャンネル内の 東京ジャンクションでカリスマ美容師江崎義孝と対談。ありがとうございます。